それでは記事を熊田特派員に紹介していただきます。熊田特派員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、中国ファーウェイ幹部さんが沖縄県庁を訪問し、副知事と内容が明かせない非公開面談、県が報道しないでと報道に圧力はだをお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。以下引用。中国の通信機器大手ファーウェイの日本法人ファーウェイジャパンの宝太郎社長が12日沖縄県庁を訪れ、県幹部と非公開で面談した。関係者によると、照屋芳美副知事が対応した。県との具体的な連携や沖縄進出についての話題はなく、ファーウェイジャパンの事業を県に紹介するための表敬訪問だったという。面談後、法氏らは報道陣の取材に応じなかった。また県側も先方の希望で誰が対応したかも含め面談について明かせない、報道もしないでほしいとのことだったとし、面談内容について説明しなかった。関係者によると、面談はファーウェイジャパン側から打診があった。以下略。引用終了。全文はソースへ。驚きはないけど、当たり障りのない表敬訪問をなんで非公開にするんや、なんでこそこそするのか意味不明やし、当たり障りのない表敬訪問なのに詳細を明かせないってどういうこと、こんなことしたら勘ぐられるだけやと思いますね。ネットの賛否の声を少しご紹介します。何をやってんのこれは。透明性を確保できない事業者は県の取引から除外してください。県の条例によれば、自治体と取引する事業者は社会的責任を認識し、基本理念に従う義務があります。基本理念には透明性を確保しなければならないとあります。ぜひ再考してください。これはスルーしてはいけない案件では。報道しないでって理由が気になる。これだけ世の中に情報があふれてるのに、それでもファーウェイと関わるんだ。沖縄県は面談内容を非公開にすることなんてできるの。置きたい、まともな報道姿勢に確変。お前らって安倍政権が密室で協議するのは許せないとか言ってなかったか。わら、また報道への圧力かよ。自治体と企業が面談しただけじゃん。報道しても別に何の問題もないはずだよね。疑惑深まってんぞ。ちゃんと何の会談か出せや。あの左強制としてそれでいいのか、などの声がありました。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。